ピンポンパンポーン。ご注意。こちらの内容にご不満の方は戻るボタンを、よろしければずんだ餅を食べてお待ちください。辛いのだ、きついのだ。ここの奥主の設定のせいでこの東北家は狂っているのだ。ずんこは妹狂いのサイコパス、いたこはガチで手を出すロリショタコン。もう嫌なのだ。ずんこにキリタンの格好に化けさせられありとあらゆることをされ、いたこにその日の気分に合わせて少年少女にされありとあらゆることをされ、でもダメなのだ。ずんだもんはあの二人には逆らえないのだ。ずんだもんが逆らったらずんこは本当にキリタンに手を出してしまうのだ。ずんだもんが逆らったらいたこは町の子供を食い荒らすのだ。それだけはダメなのだ。ずんだもんはみんなを守るのだ。でも正直ずんだもんにそんな力はないのだ。せめてキリタンだけでも守りたいのだ。話は聞かせてもらったぜ。お前は？私だ。帰りやがるのだ世界の歪み目。おいおい、随分な言い草じゃねえか。想像したる俺に対して。お前のせいでこの家は狂っているのだ。お前のせいでずんだもんは、ずんだもんは。まあまあまあ、その狂った状況、なんとかしてえと思わないかい。何か考えがあるのだ。キリタンを助けられる、そういう話があるって言ったら聞くかい。話だけ聞くのだ。本当に敵を倒したら1万円なのだ。およ、ただしやられたら1万引かれるけどな。武器は銃じゃなくて剣、これサバゲーとは違うのだ。これはコンバットラープっていう種類のゲームだな。近接武器を相手の体に当てたら敵を倒せるぞ。要するに近接武器のサバゲーなのだ。まあそう言っちまえばそうだな。ただし当たり判定はちょっと違うぞ。どう違うのだ。今回のルールだと胴回りだけだな。腕とか足は対象外だ。なるほどなのだ。手待つのだ。敵が多すぎなのだ。これもチャンバラのよくある展開だな。戦いは数だよ。あとよくあるダメージ共有機能あっから。動画によくある設定なのだ。まあおもちゃの剣だし、ふえーってなる程度。痛いのだ。安心しろ、痛いだけで実際に傷はないから。エア方式だから。血出てないのか。当たり前だ。この動画にそんなアイオレンスな要素はない。じゃあこの痛いのは何なのだ。マシになってきたのだ。いやほらよくあるぐえー。じゃあジケナじゃなくて、やっぱ人を切る以上自分もリスクを負わないとな。いやもう1万円のリスクを負ってるのだ。あとちょっとズンダモンファンのダークサイド層にこびたいというか、俺がズンダモンの死にそうな声が大よしでふんでふん。本当にこいつ歪んでるのだ。ほれほれ、さっさと敵切ってくれ。今マイナス1万円だぞ。このままだと借金だぞ。それはまずいのだ。キリタンのためにもズンダモンは頑張るの。キリハカセセダが切られ。そりゃ背見せてる敵がいたらどうする。切るさ。お前がやってるのは1対1のスポーツじゃない、合戦だ。殺せる時に殺せる奴を殺すのがセオリーだ。セナががらり切るのもありなのだ。タックルとかはさすがに NG だけどな。ルールとしては直接殴ったり蹴ったり、あと顔面狙いや金敵はダメだ。痛いのだ、痛いのだ。やれだどころがはずいのだ。これでマイナス2万だ。キリタンと暮らすんだよな。とりあえず100万くれはないと、二人暮らしの頭金にもならねえぞ。100万円貯まればキリタンと暮らせるのだ。どうだろうな、ゴールの見えないマラソンほど辛いものはないが、今回はそのゴールがゴールかどうかも怪しいからな。とはいえ走らなければ今まで通りの地獄が待ってるだけだな。わかったのだ、ずんだもんがしなきゃいけないことが。よし行け殺せ。背中を見たら金が落ちてると思え。正面から向かってくるのは金塊だ。うぐ、また挟まれたのだ。2対1になってしまったのだ。あ、残念ながら多対1ができるのはゲームの世界だけでな。まあどうし打ちだからプラマイゼロなんだけどな。このままじゃ味が開かないのだ。そうさな、よなそうにご褒美あげただけだな。視聴率稼がないとな。もうなりふり構ってられないのだ。もう死にたくないのだ。別に体に傷はないけどな。嫌なのだ、傷なんてなくても痛いし切られる感覚があるのは変わらないのだ。あれ、すごく怖いのだ。じゃあどうする、後ろで引っこもるか。それが一番危なくないのだ。でもキリタンのためにズンダモンは戦うのだ。それでい、ずんだもんは、ずんだもんは。そうだ、それがこの戦いでの最適解だ。容赦なく殺せ、情けなく殺せ。横から、背中から、欺いて、隙をついて、迷わずためらわず躊躇せず。違うのだ、違うのだ。ずんだもんはキリタンのために
キリタンのために。言い訳だな。まあでもそれでもいいんじゃない。自分がキリタンの代わりにされてる辛さから逃れるためにキリタンと逃げる、いいじゃないか。うるさいうるさいうるさい、積んだもんは積んだもんは。おやおやおや、キリタンのためにキリタンのためにキリタンのキリタンのキリタンの。ルンバモンはキリタンのために、キリタンのためにこれからも俺たちを楽しませてくれ。積んだもん。死んじゃうのだ。だから死なねえって。大丈夫だよ、ずんだもん。流行りのアニメでも言ってるだろ、逃げれば一つ、進めば二つってよ。死んじゃうのだ、死んじゃうのだ、ずんだもんの心が死んじゃうのだ。ん、こりゃもうちょい焼く必要があるか。まあとりあえずこれでプラス5万だな。こんなに人を切って、こんなに痛い思いをして5万円なのだ。まあな、痛いって言っても実際ノーリスクみたいなもんだしな。この数分で5万って考えや、1日何時間も働いて1万満たないバイトに比べりゃ悪いと思うがな。出るのだ。これ時間もないぞ、もう一万かっさらっちまえ。お金、キリタンと暮らす。お金。お疲れ。とりあえず6万な。もうちょい慣れてくや。あと10回もしねえで100万貯まるんじゃね。それまでいくらでも紹介するぜ。はあ、はあ、はあ。まあ今日はゆっくり休みな。寒いからあったかくして寝るんだぜ。ごめんなさいなのだ。なのだ。ズンダモン。おう、どうしたキリタン。あ、ウプヌシ、ズンダモン見ませんでした。ズンダモンならもう寝てるぞ。今日はちょっと撮影手伝ってもらってな。疲れたらしい。それは残念。一緒にゲームでもと思ったんですが、ウプヌシやります。ちょっとだけな、この後動画編集しねえと。大丈夫ですよ、どうせウプヌシじゃ私の練習相手にもなりませんから。言い切ったなこの野郎。おっさんのずる賢さ舐めるんじゃねえぞ。ごめんなさいなのだ。